込まれたくなかったので、11時ごろ残ってた商品から欲しかったのを買ってきた。おとなしめなデザインで、普段使いできそう。いろんな表情のハチワレちゃんを楽しめちゃう。バグに傷が戦争の傷跡かな。お値段は869円。軽くて薄め。中はこんな感じ。ハチワレちゃんだけなくて誰かが戻したものを運よくゲットできました。お次はマルチクロスハチワレ。全イラスト残ってた。スマホの画面適用にゲット。尻尾パタパタ。今回はかなり厳選して4品購入したよ。タミちゃんの収納ボックスはジャス1だった。後半で組み立ててみますね。気になってた T シャツを1枚購入。ハチワレとウサギのペアって珍しいよね。 T シャツは結構薄めの生地。袖が長めなので2の腕をカバーできます。私は L サイズを購入。生地はこんな感じ。あまり見ないテイストのデザインだよね。可愛くて買っちゃいました。最後に収納ボックス。979円は安い。ウサギの足技が気になる。このイラストめっちゃ可愛いよね。モモンガちゃんよ、鎧さんもいる。中は無地です。全体はこんな感じ。何入れようかな。あ、もう満員だった。ランドリーケースとナレンは受注で買おうかな。